はい、どうも久保田です。今回もプログラミングを使った配列の企画になります。今日喋るテーマはこちらに書きました。ターゲット1900とシスタンの尖った単語を抑えようになります。尖った単語って何なのか今から説明します。まずやりたいことっていうのは、以前ねターゲット1900を個人的にねもう初版から最新の6定版まで全て揃えました。まあシスタンの方は新しい5定版しか持ってないんですが、つまり初版2、3、4、5、6定版までの6冊のターゲット1900と、あとはシスタンを合わせた7冊の、まあ、二次試験レベルの単語帳を持っていることになります。これだってのは全て時代は違えどそれぞれが国公立の二次試験レベルで作られた単語帳になります。これら7冊の単語帳を全てプログラミング言語の、まあ、PHP ララベル使いますが、配列機能を使って、まあ、共通項も繰り出すんですが、大事なのは差分ですね。これだけに載っている単語、もしくはこれだけに載っている単語、こういうのが何個ずつあるのかっていうのを全て割り出します。で、それを全て尖った単語としちゃうとちょっと多くなりすぎです。なぜかというと、まあ上に触れているものもあれば、下の基本レベルで、あぶれちゃってるものもあるんですね。そこから、さらに簡単なレベルを取り除きたい。だから、ここで、ターゲット1400、ここですね。ターゲット1400や1200、あとはシスタンのベーシックに収録されている単語も一緒に配列比較して、こいつらに被っているやつは全て取り除く処理をします。そうすることによって、それぞれの単語帳のみの収録単語から下振れしている簡単な単語だけを全て、取り除くことによって、厳選された残った単語のことを今回尖った単語と名付けました。まあ、これらは綴りが長いものもあれば短いものもあるんでしょうが、珍しい単語がきっと多くなるはずです。それらはそれぞれの本にしか載っていない単語なので、きちんと今日覚えてしまいましょう。というわけで、今から家に戻ってパソコンの画面でやっていきたいと思います。はい、というわけで家のパソコンに戻ってきました。ここで分かりやすくちょっと図を作ってみたんですが、ターゲット1900からシスタンの全ての単語帳の中から尖った単語だけを探し出したいと思います。ここから順番にね、ターゲット1900の初版ですね、初版、2定版、3定版、4定版、5定版で、今最新版が6定版、あとはシスタンはちょっとね現行モデルしかないんですが、5定版をここに用意しました。この中の収録単語は見出し後の2027単語だけを、対象とします。それ以外は全てタイトル通り1900個の単語が対象となります。尖った単語っていうのはこれらの単語帳のみに収録されている単語になるんですが、その前にまずこの共通項ですね、全て国公立二次試験レベルを対象に作られているので、まあ同じような単語が増えてくるとは思うんですが、全ての単語帳に共通しているような、単語はいくつあるのかをおまけで割り出したいと思います。はい、というわけでコードの画面に来てみました。まず配列の簡単な説明なんですが、配列っていうのはこのように値がその順番とともに入っている箱のようなものだと思ってください。例えばここだったらフルーツという名前の配列箱の中にリンゴ、みかん、オレンジっていうのが、まあ0番目、1番目、2番目の順番で入っている、このようなものを配列と言います。そして例えばここターゲット1900ニューと書いたこの箱はターゲットの最新版ですね。最新版の値が全て、これ手打ちなんですが、1900単語順番に全てこの順番で入れておきました。同じく、この辺がターゲット1900 5定番、4定番、3、2、1、あとここがシスタンですね。ここがシスタンの、2027単語全てをここに入れておきました。で、今挙げたようなターゲット初版から6定版、そしてシスタン全ての共通項をくくり出すような関数、これ組み込み関数といって PHP の中に最初から入っているんですが、それをアレイインターセクトと言います。この関数を使ってその括弧、この後ろに何個でも配列並べることができます。今回はここでターゲット最新版、シスタンで5定版432、初版ですね。このように全ての配列を置くことによって、これら全ての単語帳の中で共通する値だけを割り出して新しい配列を作ることができます。それを早速表示させてみましょう。
はい、こんな感じになりました。864単語が共通する単語になります。aim, dim, nod、うなずくですね。こういう短い単語から始まってずらっと、かなり数が多いので少し飛ばしますが、最後が、sophisticated や administration っていう単語になります。この sophisticated っていうのは、洗練されたって意味で使われていると思いますが、これはターゲットの初版から、今の最新版やシスタン全てに載ってるような単語だと思ってください。コンテンポラリー同時代のとかね、よく見ますよね。これは今も昔も受験生30年40年経ってもずっとみんな覚えている単語だと思ってください。はい、というわけで共通項はここにある864個となりました。これらは今も昔も変わらず二次試験レベルの重要単語だと思ってください。で、次に今日やりたいテーマに迫っていくんですが、独自の単語を繰り出します。つまりこの初版だけ、二定版だけみたいな感じで、それぞれの単語帳だけに載っている、単語を今から割り出したいと思います。はい、またこの画面に来たんですが、さっきここねアレイインターセクトってすると共通項、この中のずらーっと並んだ全ての共通項が出てくるって言いましたが、ここをアレイディフとすることによって差分を測ることができます。例えばこの並びだと、差分だとこのね一番最初の部分が基準になります。これターゲットの最新版を基準として、この最新版だけに載っている単語を繰り出すことができます。まあ、逆に言うと、後ろに並べたこの辺、この辺にずらーっと並べた単語帳にもし被っている単語があったら、全てそれは消去されて残りだけがここで出てくることになります。これは順番に最新版、5定版、4定版って感じで、ここに順番に置き直す必要があるので、まあ試しにこの最新版だけの数を表示させてみましょう。はい、こんな感じになりました。156個が、ターゲット6定版だけに載っている単語になります。一番最後までずらーっといくと、例えば最後の方になると underestimate、 これは過小評価するとか、最後はこれは前例のないですね、前例のないという単語が、最後になります。はい、そんな感じで全ての単語帳を差分をくくり出した結果がこうなります。はい、初版が157、12、9で、4定版が14個、5定版が57個で、さっき見てくれた6定版、最終版は156個が、独自の単語になります。また別途シスタンは343単語になります。ここでね、シスタンだけやけに数が多いと、感じた人もいると思うんですが、これは会社が違うからっていうのが大きな理由になると思います。ターゲット1900、一番最初に作った時におそらくある程度の基準を作って、そこから、改定するごとにアレンジを少しずつ加えているので、例えば初版から2定版、2定版から3定版とかね、この辺っていうのはちょっとだけ改変したっていうのがよくわかります。3から4もそうですね。でも4から5、これ時代の流れにつれて単語の流行りしたりもあるんで、5から6なんて一番変わったってことですよね。この6定版っていうのはターゲット、今までの全シリーズの中で見たことのないような単語が156個も出てきたという解釈が取れるのもプログラミングの面白いところだと思います。で、これらを尖った単語と決めて終わりにするのもいいんですが、こっから一手間加えます。ちょっと数が多いのもあるので、これらっていうのは全てが二次試験レベルとは限らなくて、もしかしたら簡単な単語、簡単すぎてその他改定では消されちゃったっていう可能性もあるんですね。特に最初とかこのシスタンっていうのは会社が違うから、簡単なレベルもたくさん載っているから、下の方にあぶれちゃったんじゃないかっていう可能性があるので、これらを取り除きたいと、その時に考えついたのが、別の配列をまた用意します。基礎レベルの単語ですね。ターゲット1400、1200、そしてシスタンベーシックっていう、これらよりもより入門レベルの単語帳の配列を全て用意して、これらの中に被っている、この辺の独自の単語は、全て取り除くっていう作業をしていきたいと思います。はい、またこの画面に戻ってきました。ここでターゲット1400の配列を用意して、ここでターゲット1200、そしてシスタンベーシックはこれマックスって書きましたが、これはもうね中学レベルの単語の部分や最後の多義語のコーナーですね。基本レベルですが多義語で大事ですよというような、それらの単語すべても含めた
配列をこのように用意しました。はい、そしてこの画面ですね、組み込み関数の ArrayDiff、 これで差分を測れると言ったんですが、この中で、最初に比較対象を置くのは変わらないんですが、取り除く、この欄の部分でターゲット1200やターゲット1400、そしてシスタンのベーシックに入っている単語もすべて取り除くような作業をしたいと思います。はい、そしてその調べた結果っていうのをまずは一気に表示したいと思います。ここで分数みたいにね、157分の何個って感じで、ここに出る数字が、この辺の入門レベルを省いた単語数だと思ってください。それではこんな感じです。はい、こうなりました。132、13で、11、41、116、シスタンはがっつり減りました。128ですね。これはシスタンベーシックっていう同じ会社のやつでちゃんと入門レベルを取り除いたことによって、本当にこのターゲット6定番と同じような数に落ち着きました。かなりこれで公平な判断ができるんじゃないかなと思います。この赤字の部分見てもやっぱり傾向は同じなんですが、一番最初の単語帳はおそらく右も左も分かんない状態で自分たちで基準を決めたので、やっぱりね、どうしても尖る単語が出てきます。つまり今考えたら定番じゃないような単語もたくさん入ってるんじゃないかなと思います。そしてそれを長年入試の過去問を見ていく中で吟味することによって、定番じゃないのはどんどん削っていって、そして、10個、3個、11個、41個とそれぞれ独自単語っていうのはかなり減ってきました。もちろんね、出尽くし感もあったんでしょうが、この5定番から6定番になった瞬間にやはり116個もの単語を、新しく追加しました。最近の流行り単語などもおそらく入ってるんじゃないかなと思います。シスタンの方もね、初版や2定番などをもし持っていたらこの数ももっと減るんじゃないかなと思います。今回はこの数字とさせてください。またこの赤字の尖った単語っていうのはPDF ファイルで、単語テスト形式ですね、綴りが空いたバージョンや訳が空いたバージョンもちゃんと用意して、PDF ファイルで、ダウンロード可能にしておきます。ちょっとこのね、234あたりは数が少なすぎるのでまとめると思いますが、それ以外の部分は、Excel で作ってそれを PDF 化したような単語ファイルを作っておくので、ダウンロードリンクを後で見ておいてください。これらを覚えることで、例えば現行のターゲットやシスタンを覚える以外でも二次試験レベルの単語力を強化できるので、ぜひとも活用してください。詳しくはその PDF ファイルを見て覚えてほしいんですが、この動画内では時間の都合上、これらの各バージョンの中で一つだけ、今もこれ大事じゃないかなという単語を紹介して終わりたいと思います。はい、ターゲット初版は132個が独自単語になるんですが、その中で大事なのはこれですね、131番、メディテラニアンっていうこの単語は、ここ大文字から始めることが多いんですが、これで地中海のという意味になります。だからこの地中海地方をテーマにした長文の中ではたまに見る単語なので、今でもかなり大事だと思います。はい、ターゲットの2定番っていうのは10個しか尖った単語はないんですが、その中でも、例えば9番ですね、サブリミナル。このサブリミナルっていうのはサブリミナル効果っていうカタカナにもなっていますが、これ潜在意識のっていう意味なんですが、サブリミナル効果っていうと、例えば映画の中で、昔のファイトクラブっていう映画だったかな、ファイトクラブの映画の中で一瞬だけパッと、何か映すんですね。ほんと0コンマ何秒だけその映画の本編とは全く関係ないものを映すことによって、潜在意識下でそれの方に誘導されていってしまうっていう、話を聞いたことがあるんですが、今はそれ確かやっちゃダメな気がするんですが、昔そういうので、何か購買意欲を誘ったとかね、そういう効果で聞いたことがあるので、サブリミナル、これは潜在意識のという単語を覚えておいてください。はい、3定番の中は3つしか尖り単語ないんですが、この中で2番かな、スタートスタートっていうのは、これは口ごもるとか、ちょっと言葉悪いですがどもるっていう意味があります。だから喋、ってる時に少し詰まっちゃうような時に使う単語なんですが、これ僕自身音楽やってるんですが、EDM っていうジャンル少し前めっちゃ流行って、そこまで詳しくないんですが、こうサビフックに向けて盛り上がっていく中で、ダダダダっていうこのフレーズがダダ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 とかだんだん細かくなっていく、ああいうフレーズありますよね。そこの部分をスタッター効果とかそういう風に言うんで、音楽のコンピューターミュージックの用語ではあるんですが、興味のある方は覚えておいてください。
はい、4定番っていうのは11単語しか尖り単語はないんですが、その中で今でもよく見るのはこの5番目ですね、ジオロジー。これは地質学っていう学問の単語なんですが、まあ他の単語帳だったらね、ジオロジカルみたいな形容詞バージョンなどで載っているのかもしれませんが、まあこの単語も含めて学問系の単語っていうのは、しっかりと押さえておくべきなんじゃないかなと思います。はい、5定番は41単語が尖った単語になります。この中で大事なのはここですね、26番エビエーション、これは航空学っていう単語になるのでしっかりと覚えておいてください。まあおまけで喋ると25番アポーション、これは中絶ですね。あとは31番モナキー、これも君主制っていう単語なんで、この辺ね最新版でまあなくなっちゃったんですが、今でも結構見るんでしっかりと覚えておいてください。はい、そしてターゲットの最新版ですね、6定番は116個の単語が、尖った単語になります。まあこの中で特に最近大事だなと思うのはこの99番スウェットショップ、このスウェットショップっていうのはもうカタカナにもたまになっているんですが、これ搾取工場って意味になります。だからかなり劣悪な環境で、労働者を働かして不当な利益を得ているような、企業などに使われる単語になるので、まあ、最近の記事で言うとこのユニクロなども新疆の、綿を使った時にこういう搾取工場で作られているとか、まあ、昔で言ったらナイキのスニーカーとかもね、それでちょっと叩かれたことあったんですが、そういうのって長文になりやすいので、その中でこのスウェットショップを見たら搾取工場だと思ってしっかりと読んでください。はい、最後にシスタンのみの尖った単語128個を見ていきますが、この中で大事なのを一つ挙げるとするなら、例えばじゃあこの126番ですね、コンプリヘンシブ、これは包括的なって感じで、こう全体を含んだ時に使われる単語なので、二次試験レベルでも下線部を和訳しなさいのような少し難しめの文章に使われることも多いので、しっかりと覚えておいてください。はい、というわけで各単語帳で一つずつ、大事な単語を喋っていきましたが、まあ残りはね、さっきも言ったように PDF ファイルでダウンロード可能にしておくので、自分で覚えてください。というわけで今後も、まあ、授業動画や中学生レベルの講座もあるんですが、それとは別にこのように単語帳をいろんな側面から比較したような動画も作っていきますので、もしこのシリーズに興味を持っていただいた方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。というわけで今回の動画は以上です。